こんにちは、片大好きともとくんまちゃん大好き姫がお送りするうやまるちまったりマインクラフト。撮影日は9月25日23時50分です。さて、牛小屋ができたんで今度は馬小屋の方を作っていこうかと。まあ別に順番は何でもいいんだけど、牛小屋と馬小屋を近くに作ろうかなと思いつつ、そこに馬小屋を作ろうと思ったんだけど、でもそこに馬小屋作ってこのスペースに豚小屋でもいいのか、どうしようかな。ワンちゃん豚小屋はこの通路の先あたりにと思ってたんだけど、この辺でもそう考えると畑の拡張がなくなっちゃうもんね。そうだな、まあ、馬小屋は馬小屋でそこでいっか。じゃここを馬小屋にして、ここをじゃあ拡張して豚小屋に、このうちのやつ拡張して豚小屋にしちゃえばいいんじゃないかな。通路みたいになってるので、することによって綺麗になっていくから、でその通路沿いに何か建てていくっていう感じにしちゃえばね、いい感じになっちゃう。この段差いらないか、いらないね。気をつけてね、おいちゃん。そいらない、段差なくした方が綺麗だもんだって。スッとするからね。ワンチャンあるな、段差もそうだけどさ、この家自体ちょっと狭いじゃん。で通路に階段をこうスッと出したくないっていうのもあるしさ、でもどうしようかな。やっぱ村の中心たる場所を作りたいよね。ここ中心っていう場所さ、あ
方が、そこを中心に村を作っていく。あ、でもそうか、どんどんあっちに広げていくって考えるというのは中心はどうかいいか、どうのこうのはいいや。そうだな、この辺にも一軒欲しいね。てかこの辺にバーンバーンバーンって3軒ぐらい建てたいぐらいだ。この段差なくしてね、きちいな。そうなってくると、どうしようか。通路にこう出ている部分、すいませんね、通路すいませんね、これ収納してもらって、まあその代わりドアを開けるたんびにちょっと一個つってなるんだけど、それはごめん。通路沿いには干渉しない形、ワンちゃんここでも行けるって正しい。周りのスペースは花壇っつって、こっち側の花壇スペースがねえな。そんな時は大丈夫、花壇スペースを確保するんだ。新しいな、家を削って花を植えるスペース確保、おしゃれだな。しないでください。順番間違えた、食い物がなかった。急いで牛を増やさねばなる場合、下手したら牛ロードミスで下落ちるんじゃない？ロード中に、経験値、はい、
通路を見るとどうしても気づいたくなっちゃう。こういう道を見ると別にいいんだけどさ、気づいたくて良くなかった。家を増やしていくっていう面でも考えていかないとね。スペースはあまり大きく多すぎてもダメと、かといって狭すぎたらそれはそれでかわいそうだし、難しいライン、非常に難しいライン。そう言っちゃって、じゃあこの弾は、いや、タイムマッツを置いていって、もうこれで照らせるしね。対になる位置に仮だけど置いておく。それが玄関になる位置。
あんまり邪魔をするじゃないぞ。お怒りになるぞ。俺が。はい。なるほど。松明を置いていたんだが、そっと小麦を右手に持った。勝手に。だから、あげる。行きなよ。みたいな、そういう感じなんだね。思い出させてくれてありがとう。ガンガンを冷やさなくちゃいけないんで。食料源。小屋の近くからここまで繋がってんのか。となると、入り口はどこだ。お、粘土じゃん、これ。大概、そんだけ広ければ、こっち側からの入り口がありそうなんだけど。珍しいな。乱水流。よいしょ。何？取れないだと。バカな。スペースが遠いな。こいつは参った。割と一大事じゃないか。これはとりあえず入っといて、これはベッドにしてしまいましょう。できないんだった。揃えないとダメだった。よいしょ。そうしました。はい。
馬がいないんじゃ示しがつかん。とりあえず何頭かは入れておきましょう。ほい、狭いな。こうやってみるといざ入れてみると狭いな。でもまあ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 、言ってもこんなもんでしょうって感じだね。そんないないしね。これが10頭20頭いたら別だけどね。村を作るにあたってあまり周りにうろちょくされるのも大変なので、この色が多いんだな。あれはもう一頭ぐらいいる気配がする。気配がする。よいしょ。気配がする。こっちの方から気配がする。あ、お前か。で、あとは牛がいるぐらいか。牛小屋が、牛小屋じゃない馬小屋が完成。豚も結構いるな。あいつらは人参で釣ってくればいいかなって。なんなら釣り竿を作れたら作って、最初の一頭に人参ぶら下げて歩き回ったら次のやつらついてこないのかな。ついてきそうじゃないですか。それでいけるな。だいぶ便利なんだけど。ちょうどいい大きさじゃない、ちょっと狭いか。まあまあまあ、今後広げられたら広げていくっていう感じで、とりあえずは。で、ラバー君、君の背中の中身を全部預けさせてくれないか。やはり、これでいない気配を感じたと。よっと、リードはテ
言いつつ入れとくけどな。あ、違う違う違う、返せ。はあ、あれ、よいしょ。考え、お、え、こいつ誰、増えたんじゃない今、わざ使った、分裂したんじゃない今、フェンスゲートに挟まれて分裂したんじゃない、なんかわざ使ったぜ、ポンって増えた、分裂したぜやつ、入ってな、にしろ、あ、いけるよ、 OK、 まずい事態になりそうだぜ、そっちがまずい事態になってた、あーギリギリだな、ギリギリのライン、すごいギリギリのラインじゃないか、むしろ止まってたかな、今2000いったもんね、2800いったね、はい、取り直しました。怪しかったんでね。さて、まあ、最悪の事態というのは斧がなくなってしまって削れなくなるっていう事態ね。あれ、びっくりした、人か。取り。よっ。やりよる。必殺取り。何？こやつできると。何？まずい。超えられてしまう、とりゃあ、通路上に置かせたなと、わらかバカな、まあいいや、よいしょ、ここ通路ね、あ、いけるよね、あ、罠だった、通路という名の罠だった、新しい建築、削っていく建築で、ここがまずい、木材がない、よいしょ、この家を取り壊しましょう、まあそこのね、植林地から取ってもいいんですが、その植林地もちょっと改造を加えたいのでね、今の高さあれモフモフの木じゃないじゃん、あの上にさ、板ハーフ的なものをさ置いていけばね、ちょうどだと思うんだ、ちょうど今後そこの下植えてもモフモフの木にならない、ちょうどいいサイズになるから、じゃあ今やっちゃえばいいじゃん、ね、ちょうどいい長さで伸びてくれた、素晴らしいよ君たち、うんうん、でも一段上の方がいいのかな、そうね、一段上の方が先に、この高さだね、まずこの高さで置いていきます。置いていきます。よいしょ。よいしょ。保険代。バカな。いけないことがあるのか。この高速に。音速で置いていく、高速なのか音速なのか、
このベッド赤いの作ってねとか言ってたら、俺赤いベッド持ってんだよ。そもそもこっち来るときに姫が大量に作っておいてくれた。うん。ね。ベッド何個か持ってきてたから普通に使ってたんだよね。で、これをハーフをここに置いていく。確か縦列だけじゃダメだった気がするんだよね。横も必要だった気がするから、足んねえと思って、足んねえと思って今よっ。で、あとよくよく見たらさ、あっちあっちを指してる矢印がこうあってさ、こうあってさ、うん、あっちだよみたいな、あったじゃん。その横にさ、こうこうこういう溝があったんだよね。すぐこういう風になったわけじゃないけど、編集してたら見つけてさ、あれ溝あんぞっつって、ワンチャンなんじゃないと思って、ワンチャンの溝はみたいな編集しててね、気づいたんだけど、あれどうしようか、あれ中途半端だと気持ち悪いな。かといって磨かれたシリーズは相変わらずハーフにはできんしな。木材でいいかもしれないし、なんなら普通に置いちゃうっていうのもワンチャン、ワンチャンないか。サガン、いや、ちょっとなんとかガラスにしてみる。ガラス作っといてよ。で、焼いといて。あ、待って、早まったわ。まあいいや、そういうこともある、そういうこともある、しょうがない、それはしょうがない。だってちょっと待って、俺なんで最近砂利持ってるの。 OK、 あー、土鉄球用の、土鉄球用のっつって作ろうとしたら持ってねえって。おい、やめろ、早まるんじゃねえ。あ、よいしょ。よいしょ。サイド3マスずつって思ってたんだけど、あれは後で撤去しよう。よいしょ。はっ、そこまで落ちるとは思わなかったけど、いいや、結果オーライ。ここ最近実はアラームの時間をちょっと短くしていたりする。うん。いつも30
5分のところ、いつもここ最近は30分にして撮影時間を短くしようと思いつつ、結果的にいつもと同じ時間になっている奇跡、ちょっと長くなっちゃったんですいませんとか言いつつ、いつも通りの40分、奇跡と同時に訪れる医師終了のお知らせ。入ったら足んなかった、そしたら削ればいいか、足んない分、1、2、3、超足んねえじゃんねえか、まあ足りるけどね、こっから足りさせていこう、そのいるから大丈夫だから、足りていくから、どうしても夕暮れ時になると焦るよね。あれ、もう一個は取ってたの、夕暮れ時も何も、ほら足りた、こっちのウッディゾーンが気になってしまうね。ウッディゾーンは昼夜関係なくだもんな。はい、ラストミートいただきました。ここにいるミートを狩ろう、ミート。あ、急展開、急旋回、しばらく人参に頼ります。人参、じゃがいも、じゃがいも焼いてもいいんだけど焼くのもったいないからさ。 OK、 さっき落とさなかったハーフ気になってしょうがない。よいしょ、はい、 OK、 これで食品値完成。今日は2個できたよ、食人地と馬小屋ね。で、牛もパンパン増やしているというこの状況、素晴らしいんじゃないか。よいしょ、で、しかもこの建築にマルチを使おうとしているんだけど、2、3、4、5、大体でいいかなって。馬管理スペースとは言えね、とはいえ、別にっていう、なんとなく飼育員さんのお家っていうぐらいの感覚でしか考えていないのでね。このバランス、ほら、よくない？全部向き合わせちゃうとさ、内側でそれはそれでさね、なんか騒がしくなっちゃうじゃん、超見つめ合ってる人たちばっかじゃんつって、中にいたらなんか、気まずいなってなっちゃうじゃんなんかつって、なんか気まずいなってなっちゃうじゃん。おっと、ごめんな、ありがとう、ここ間違ってるよってな、間違ってなかったんだ、ごめんな、ここあれ、ひとまず前に出すから、じゃ
あの階段用のスペースとして前に出して、家自体前にこう出っ張らせるからちょっと狭いような気分。まあ、いや出っ張らせないわ、これ完成だわ。ほぼほぼそこは使わないからもういいや。よいしょ。ここはちょっと使うか、置いとくけど。これで綺麗になった。すっきりしたね。これで馬小屋とほとんどスペースにある、ここを取ることによってさらに綺麗になっていって、そこにもう一軒建てられる通路を向かい合わせてね、こういう向かい合わせてこことこっちでねできて、村人も増えていく。バーンバンザイ、いいんじゃないでしょうか。食べ物もだいぶ増えてきてる。食料何、食料何になりかけているけど、ギリギリのラインで制作が間に合ってきている、そんな感じな気がするよ。まあ、人参もあるし、なんなら別に小麦でそのままパンにして食べちゃってもいいしね。あとはその小麦畑がちょっと遠いという問題が一個あるんだよね。村人がいるところに畑を作っといてあげないと、村人用の畑も作らなくちゃいけなくなってくるから、まあそう考えると、ここの畑を村人用の畑として開放してしまってもいいのかもしれない。そしてそんなさなか、僕は食料難に陥った。そんなさなか食料難に陥ったよ。食べ物がなかったよ。しちゃうか、井戸近くにあるしね。なんか井戸の近くに畑あった方が新鮮な野菜ができてきそうじゃん。ここを畑のスペースにしちゃいましょう。段差のない畑にしないといけないけどね。まあ、その村人の畑に関しては次回という感じで、それができてくれば多分一気に村人も増えてくると思うんだ。ドアも少々増えてるしね、ちょいちょい増えてるから、ドアが。まあそんなわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方、下のコメント欄もしくはあすこ .fm までよろしくお願いします。以上、赤大好きともとくんまちゃん大好き姫がお送りいたしました。